いくら振り込んでいくなんか年会費とかあるじゃん。そうありますよ。でこういろいろランクがあるじゃないですか。じゃあ何ちょっとここでぶっちゃ流してる。いやいやそう、でもそもそもギャム先生そんなにお金使ってるのっていうのになっちゃうんで。いや私本当ペイペイですよ本当に。だいたいどれぐらい払ってる。いや普通にまあいいやとりあえず一口あの2万円なんですよ。一口2万円であとはなんか法人で入るか個人で入るかっていうのがあって、私は法あの個人で入ってます。個人で浴衣をもらえるぐらいの、会費があるんですよ。会費があるんで、それそういうのもなんかせこいよね。なんで、ね、相手が自分がじゃなくて相手が、そうそうそうなんですよ、うん、やっぱ浴衣欲しいじゃないですか、うん、でね、やっぱり同じ部屋の子たちと同じの着て応援両国行きたいんで、どうしてもやっぱ浴衣が欲しくて、浴衣欲しくて欲しくて入っちゃう、何口か何枚なっちゃうかも。まあいいや、もうぶっちゃけ話して。いや、でもちょっとファンの人がやっぱ気にしちゃうんですよね。それは値段、ちょっとお金はちょっともし聞きたかったら、じゃあもし、いや、ここは何でも、もう隠しちゃダメなんだ。そうなんですよ。じゃあでもこうやってさ、リアルに言ってくれてありがたいよね。ね、2万円で会費で頑張って応援してくれてんだじゃあ来年からね、来年からですね。